まこなこです。今回は24話光の塔からやっていきましょう。さて、どのような感じになるか。まだまだストーリー分かってないから。まだ倒せないか。だが一応ターゲットは出てるんでね。でも倒せない。船体の一部を切り離しています。まあ中はちょっと厳しいよね。あ、テレポーションアンカー。ああなるほどね。しかもしかもなんかどこだ。あ、中近くまで行って下から上か狙うの。で今回カスケード持ってきました。これカスケード1個上のバージョンちょっと良くなかったな、あまり正直今回の武装。もうちょっと別の敵考えてたから。まあ空から敵が来るみたいなことが書いてあったから、そこら辺の空の敵に対するね対応用の武装は持ってきたつもりだけど。あれがテレポーションアンカーだとすれば同じ方法で破壊できる。多分下から上でいけると思うけど。先端部分が転送装置だと思われます。光を放っている装置を攻撃してください。あれいけるでしょ、ここ。そうっぽいよね。光っている部分を攻撃しろ。何これ。撃てないの、なぜ。先端部分は光のカーテンに包まれています。防御シールドかもしれません。弱点を守るためか。だからそこまでなんか食らってもないし。転送した物体を落下させるため。いや、さすがに無理か。どうしよう。下側から攻撃してください。あ、終わっちゃった。あっさり。光のカーテンの下側から攻撃するんだ。会話虚しいね。ちょっと武装良くなかったな。敵船が出現しました。また同じような感じか。またアンカーを落とすつもりだぞ。これ一気に突っ込んでおいた方が良かった可能性はある。落下してくるぞ。今の降りたタイミングで攻撃当てられそうなね気もしないでもなかったけど。アンカーからアンドロイドが出てくるぞ。右側からの方がいいような気がするけど、遠いか右の方が。あと敵船はテレポーションアンカーを投下。アンドロイドを送り込んでいます。下からのがいいか。マシいぞ。これ以上アンドロイドが増えてみろ。奴らの方が多数派になるぞ。追い出されるのは俺たちってことか。アンカーが攻撃を開始。さすがにナメックか。これはを守るシールド。ああ、タマコいるね。タマコがいるね。なんか未来のタマコを見たかったんだけどな。どんなやさぐれた人間になってるかとか。たったこれだけの時間では不可能だ。逆に何かしらの教祖みたいになってそうね。にも。ないでもないけどね。ダメか。よくないか。でも強引にでもこれ一機ぐらい壊さないと。壊した。これで一服でしょ。狙うの大変だね。壊せるものは壊していきましょう。まだ戦車生きてるんで。これはインフェルノどんな感じでやればよくなるんだろうというか考えちゃうけどね。クリアできるのか。
インフェルノはきついと思うけどな、この辺り。特にこのハードの段階である程度武装ちゃんとハードのレベルでもいいので、使い勝手の良いものをちゃんと育てておかないとね。とはいえ育てるためのプレイはやらずに、できればインフェルノを挑みたいんで、そこら辺でどうなるか。さて味方耐久回復とかはどうなってる？味方いるか？いるか？結構前行かないとダメだから、ちゃんと耐久回復してから。まあ角度によってはそこまで中まで行かなくても取れそうだね。下から狙えそうな場所もありそうなんで、そこら辺をうまく狙っていくのがいいのかも。でそれは当然こっち側ではないんで、傘の形を見て、特にあの傘動いてる感じじゃないと思うので。いやでもさ、こういう攻撃やってくれるんであればさ、あれ壊せないよね、あの腕のところ。寄れないってことになるから、戦うのすごい難しそうなんだけど。どこだどこだ、これか。あでもこの角度、この角度、敵が射撃もやってこずに、いや、やってきてる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 同じ場所にはとどまらせてくれないみたいな感じになってるのかもね。あと一発ぐらいだと思うけど、終わった。これ味方の戦車もまだいるしで、あまりここから離れないように。武器ボックスはちゃんと取っていきたい。まああとはお任せでアイテム取りに行きましょう。これで終わればいいけどね、終わらないとちょっと辛いかも。多分戦車の方に行ってくれてるはず。2つぐらい、あ倒しきったね。終わるよね。ワンナイ、なんかここら辺ウルトなんかビクンビクンしてるのがいたけど、いや終わってない終わってない、そもそも終わってなかった。速度を上げるぞ、ついてこい。この段階でダメージ通るからね。位置取り悪い位置取り悪すぎる。ああ無理か、ちょっと遠いな。タンクと共に進め。車線通したい。突撃するぞ。あれ角度悪いな。まだ来る？ちょっと待って、これあれじゃない、もうおしまいなんじゃない。うん、退避するだけじゃなくてもう撤退は撤退まだか。この交代が多分意味合いが違うと思うけど、自分の考えてる交代と。撤退じゃないの。前の方あれ戦ってるの、何戦車もう前がっつり行っちゃってる、そうっぽいな。そうでもないか、どっちだ。まあでもサイド沸かさないと思うので、多分ここら辺倒しちゃえば問題ないのか。
うん、ちょっと武装カスケードは良くなかった。あといって何がいいかって言われても分かんないけど、バズーカ系か。うん、まあ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 一旦離れましょう。あらかたアイテム取った後だからな。一人倒されてる、よくないよくない。だが新たに宇宙船自体は、あ、ちょっと見えないね。あ、宇宙船いるけど、まあ沸かさないでしょもう。うん、玉切れ。あー、どうなんだろう、沸かしてるかな、全然見えてないけど。うそー、こんな近場に。多分もう戦車はいなくなってる、見当たんないよね。赤やったけど、よかった、耐久性もあって。サブスカ今の。あー、そうだ、これ一発じゃなかったわ、ライサンダー。いやー、ここら辺で味方がいなくなるのは本当厳しいから、なんとかしたいんだけど。嘘、これさらにあれ倒しに行かないとダメなの。カスケードちょっとダメだった、カスケードがダメだった。だからガッツリダメージ与えられるんだけど。あ、でもあれだな、まだ3、4体生きてる味方。倒せないんだもんな今ので。ようやく倒した。今撃った自分が撃ったわけじゃないか、撃ってないと思いたいけど。あれ沸かしてるかな。うん、カスケード。何にやられた今。目の前邪魔邪魔。いやー、減らせてないような気はするんだよなーこれ。となるとおとりで置いといて一気に回り込んで倒していくって手はあるけど、それしかないか。行きましょう。あー、回復取りながら時間稼ぎはしたい。うん、これ柵壊せるような武装でよかった。あー、うっとうしいね。だって湧いてるもんねこれね、どう考えても。んー、今タクか何か病気か。遠い遠い。いやー、味方があれ倒されたらもう全部やってくるから、これまでに最低1つか2つは、まあ、2つ壊したいな。こっち側もう回復ないもんね。
多分あれは開いてると思うんだよね。これまだ撃てないこの場所。これが何を沸かしたか分かればいいけど、多分ドローンだと思うけど、まだか。あともう一発、ちょっとドローン片付けるか。素晴らしい戦果です。いやーそんなのいいんだよ。そんな裏手は今いいんだよな。もう味方もいなくなってるから、うん、ちょっと遅かったなここら辺の回復。あ、でも味方今少しまだ生き延びてる人がいる。なんでこれ見えないこのタイミングで。うん、ちょっとドローン全部倒したい。だがドローン以外も来ている。まあこっから撃てるな、歩きながらのんびりと。動いてればそうそう当たらんでしょう。火に当たるなよこんなとこで。壊した。ダメだ、後ろからなんか迫ってるのは聞こえるから怖い。後ろじゃない、横にいる。一旦行きましょう。赤タレこれまだ残ってんの、ちょっと邪魔邪魔。ドローン優先。うん、こっち側でやった方がいいか。あれが何を落とすかだけでも確認できればいいんだけど、特に硬いのもまだいるから。引きつけつつでなんとかならないかちょっと考えたいけど、まあそれでも硬いのはそうそう沸かさんでしょう。うん、壁壁というか端まで来てる。よくないよくない。遠くまで走るか。あそこまた寄るの大変だね。だから行かないとダメか。落としてるのが今見えたんだけど、一体落としたってことはなんだ、何落とした。それさえ分かればどれを優先し倒すべきかが分かるんだけど、武器あるけどあれ取りに行っちゃダメだけど取りに行きたい。行きましょう。なんだろうな、落としたの。うん、まあまあまあ、あれか。アンドロイド。やっぱり角度によって全然、車線が通らなかったりするから。ああ、今降りてきたの見えたけど、ちょっとこっちが優先。引っかかってる、引っかかってる。はい、おしまい。逃げましょう。やったぞじゃないよ。アンカーは全て破壊した。残った敵を殲滅しろ。さてこの辺りでいいか。危ない。今何ポールに当たった。
うん、まあ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 、これ繰り返してればなんとかなるでしょう。ライサンダー使ってもいいけど、まああの硬いのを狙いつつ流れ球で後ろ当たってくれればいいかなぐらいの感覚で、だから右側を来ている、右というか上、うん、また上、さてあと少し、硬いの倒した、うん、また硬いの目の前、あと2体硬いのは2体、他まだまだいるけど、うーん、よくないな、やり合うのは。だから回り込まれてるんだよね今ね。走ってくれ走ってくれ、まあそれでもなんとか、うん、そこまで当たるような弾でもないんで、さてあとこれ、まあいいか、寄りましょう。多分食らってもそんなに威力はないはずなので、終わった終わった、貴重なデータが取れました、感謝します。以後新型テレポーションアンカーをテイルアンカーと呼称します。うん、信じられない、敵の計画の上を行くなんてこの人もプライマーが何をしてこようと我々はそれに対処する。タマコはなんか敵なんじゃないのこれ、タマコがなんか敵側の話をしてるかのようなね物言いだったけど、まあでもなんとか一発で勝って強かった、武装はちょっとなんだったけど、でも悪くはなかったかもね。そして MR98 ファングレーダー支援システム、うーん、まあ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 、ちょっとどれ使っていいかは、手榴弾、ロケットランチャー、うーん、まあ特にないな。スナイパーライフル、これが貫通系1000のダメージ、一発のみで7秒近くのリロードはまだ実用的ではないような気がする。ポッカ特段ないか、自動砲座、この辺りリロードが早まってるけどまだ60秒なんでね。あと、うん、どうしても使い忘れちゃうな、この辺りの武装今も使ってなかったんで。レーダー支援システム、ロックオン速度が上がる、あーレーダー支援システムいいかもな。まあそこら辺ちょっと検討しましょう。次はこれは光秀が出てくるところか、とりあえず武装検討してきます。では25狙撃部隊行きましょうか。一応ミサイル、あとレーダー支援システム持ってきてます。ちょっと厳しいかなって気はするけど、仲間になるんだっけか、なるな、懐かしいね。これあれか、なんかライン出てるけど、このライン何、さてどんな感じでやるか、ちょっと遅いなまだまだ。あと右側左側、一応カエル来てるんで、重装系のそれは何度か倒したい。これだまた同じこと言ってる、うん、まあ倒しちゃうからロックオンが切れるんだよね、せっかくロックオンしてても。
うん、普通に撃った方が早いような気がする。あれは優先的に倒したかったけどちょっと無理か。いやー、この乗り上げるぞーしかちょっとあれだな、単なるラグになっちゃうから厳しいな扱いが。向こう側から来たのは分かったけど、今度多分反対側からも来ると思うから引いときましょう。3回ロックオンしたつもりだけど、これは倒さないとダメだと思う。いや、目の前にいる。なんでこの玉切れ。追いましょう。倒した。こういうところ来るとスナイパーはあまりうまく扱えないと思うから、ちょっと車線通る場所に移動したい。アイテム取りに行きたいけどちょっと無理か。どこだ車線通るところ。こんな感じで置いとけば。悪くないね、今回は。だが、あと、多分左側から来ると思うけど、反対側、後ろ側だな。全然左じゃなかったけど。え、両方か。こういう時は前を切り開きましょう。どっちだ、どっちだ。前とはどっちだ。前がどっちだか分かんない。こっち側。誰だけでも倒したかったけど、ちょっと無理だったか。無理だった。ちょっと任せましょう。本能寺。まあそれでもこなせてるな。まあハードだからね、多分。さて、こっち側アイテム取りに行きましょうか。邪魔だななんか。まあほぼほぼこっちが終わったでしょ。前でも大丈夫だと思う。さすがに前出るのはなめくか。とはいえもう後ろも下がれる範囲が限定的だから、ある程度は前行かないと。もしくはこっち側。まあそこまでなんか大ダメージ受けてるのもいないしで、まあ、すでに受けたのはいなくなってる可能性あるけど。後ろ。行っても大丈夫ですか。もう終わるかこれで。なんかもうワンウェーブあったような気もしたけど、4ウェーブぐらい来たかのようなね、記憶あったけど。危なかった今、自爆の可能性あったけど。
弾がなかなか敵に着弾しないから、なんだこれでもう味方が撃ってくれるんで問題なく。まあまあまあこの辺りもなんとかなるでしょう。頼もしいね今回の味方。まあハードだからだろうけど、ここまでちゃんとやってくれるんであればありがたい。あとは勝手に今倒してしまった、終わるよね。音楽鳴りやまないんだけど、うん終わった。というわけで無事クリア。アイテムもうちょっと取りたかったけどしょうがないか、こればかりは足が遅い。さてゴリアス D1 がアッパーバージョンになっている。679ダメージとはいえリロードが6秒、長いんでなかなか使い勝手は良くない。そして次漂流者、これはドローン、フェンサーチームが来る。では検討しましょう。では26話漂流者行きましょうか。スナイパー2丁で来てます。片方だけで一発で倒せるってのが分かってればね、片方だけでよかったけど、ちょっとそれが分からないんで、一発でいけたかこれは。あ一発でいけたな。じゃあもう一個は適当でもよかったけど、まあいいでしょう。この付近である現象が頻発しています。うん、何？転送装置もなく空から突如エイリアンが降ってくる。そういう、あ地面からも敵やってきてんね。まあ地面は任せましょうか。微妙に今当たってなかったな。あれぐらいなんとかなるでしょ、さすがにね。あー隠れた、当たってないんだもんね敵に対して。フェンサーの攻撃はアイテム落ちたか見えないね。ライサンダー今ずれたね。当たってない、当たってない。しゃあないっちゃしゃあないけど、地上は任せられるのはすごい助かる。邪魔、ダメージ通ってない。使っとくか。敵の倒された後でそこがまた障害になって当たってないんでね、このマシンガンも奥に向かって。ちょっと待って、もうそのための武装ないよ。これか、急になんか湧いてくるってのは。攻撃してください。攻撃するのはいいんだけど、エイリアンを攻撃、慎重にやれ。このエイリアンは何かおかしい。まあしょうがないか、今のはもともと命中精度がいいわけじゃないからね。転送装置は見当たりません。やはり こっちの方が命中精度良いのか。しかも転送装置は確認されていません。転送には受信側の装置が必要だと考えられてきましたが、それを覆す事態です。何今目の前いたの。間に合ってない、まあしょうがないか。これま
まで確認されている転送装置は全て受信装置でした。つまり、まあこれはしょうがない。どこかにある入り口から入り、受信装置という出口から出てくる。そうだったはずです、素晴らしい。しかし敵には受信装置を必要としない転送技術があるのかもしれません。一方的に離れた場所に物体を送る装置、もしそんなものがあれば戦いにならないぞ。そろそろアイテム欲しいね。可能性です。それにこのエイリアンは何か変です。だから色合いがちょっとおかしいよね。今までのとはまた違うんでしょ。びっくりした。今なんかカエルの上に乗ったかのような感じに見えたけど。頭じゃなくてもとうとう打っちゃった方がいいかも。当たってない。倒した向こう側。いやまだ降ってきてる。エイリアンが出現しました。見ろ、エイリアンだ。何もないところから来たぞ。そっかこっち側ねまだね。どうなってる？あんまり前行きたくないね。エイリアンは混乱しているようです。倒した。回復。武器はない。さてどこにいる？見当たらない。ああこれひょっとして伝って上登れるとかそういう可能性ある。ここ行ってここジャンプで無理か。ちょっと期待したけどね。見えなくなった。当たってない。当たってない。そこにいるのね。なんか全然あさっての方向に銃向いたけど。さて頭狙わなくてもいいからガンガン。役に立たないな。フェンサー寄らないとダメだけど自分が寄れる武装じゃないから。まあそれでも時間の問題なんで。嘘、目の前の鉄柵当たる。
赤だね今もう。邪魔邪魔うん、まあ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 、また倒した倒したはいいんだけど、結構食らってるんでね、耐久減らされてる。うん、ダメか、飛んできてる頭は。うん、いい感じにダメージ与えてるように見える。あとは目の前のあ、まあまあまあ、なんとかなったか。目の前が邪魔してたけど。エイリアンの体に複数の傷跡が確認できました。また装備にも故障や破損があったようです。うん、破損した装備だと。これまでのエイリアンが所持していたのは作られたばかりの装備でした。ですがこのエイリアンの武器は未来から来たってことか。傷つき疲れ果てた老兵、そう見える。なぜそのようなエイリアンが転送されてくるのでしょう。何かの実験でしょうか。プライマーも兵力がつきつつある、うん、そういうことかもしれない。自分が戻ってきたのもそのワープ装置によってってことか。情をかける余裕はない、殲滅する。さて敵ちょっと見つけるの大変というか、遠くまで行かなきゃいけないから辛いけど、その間ちゃんとアイテム取りつつで。昨日言ったこと覚えてるな。味方の耐久は十分ではない。多分自分が撃ったもののみがね黄色くなってるけど。うん、こうなるとやっぱりミサイルがいいけど、ハード隊のミサイルだと扱い難しそう。うん、武器今回たくさんあるんで楽しみだね、クリアするのは。あ、当たってない。うん、これ気づかれたか。うん、倒した。うん、倒した。こっち側やってきた。うそー、車線塞いだはずだけど、それでも当ててくるとは。空はあと2体ぐらいか。ん、見つかんないね。この辺りにあるはずだけど、上か。アリとかはお任せでいいでしょ。これも上か。アリじゃなかった、カエルもいた。
うん、倒した。いや、このマップ辛いな、なんかいろいろと。特に移動が。あと上。これで向こうが終わった。これ、まっすぐ来てんだけど。ずいぶんなんかうなされた感じで。なんか押し出されてるってことは食らってるんだろうけど、倒した。邪魔だなこれ倒されたらもうちょっと早くに消えてもいいんじゃないとか思っちゃうけどね。あと3体、空1体。うん、倒した。あと1体。突っ込むのはナメプか。もう手が復活してる可能性もある。見当たらない。今復活しそうだったね。うん、厄介だね、ぐるぐると。撃ってきた。また腕がなくなった。かわいそうに。ようやくだ。長かった、ここは。付近に出現したエリアンは逃走を始めました。かなりの数だな。ですが、エイリアンが転送されたのは、この付近だけのようです。このエイリアンを追跡し目的を調査します。これさ、ストームワンが2人になるとかそんなことない？この時代のストームワンと未来から来たストームワン。アイテム、今武器が見えたけど取れなかった。ミサイルランチャー、新しいものが来ている。スナイパーライフルもアップグレード。リロードが5秒、まあまあだね。貫通性能があるんでかなり使い勝手が良い。ダメージ67、弾数9、悪くはないと思う。1体の敵に対して手早く倒すんであれば、ちょっと使えるようであれば使ってみたい。次は空中ドローン。まあ検討しましょう。武装では27、赤色機いきましょう。これは以前と同じであればそこまで難しくないと思うけど。あれちょっと違ったな。ちょっと違うな、思ったのと。ドローンに紛れて赤色がいる。気を引き締めろ。バカだね、これ。赤いドローンは高い戦闘能力を持っている。リロードまで時間かかるから、あんまり外すわけにはいかんけど。ドローンは警備モードです。攻撃が着弾したとき、周囲の機体が戦闘モードに切り替わるはずです。多数のドローンと同時に戦うのは難しい。相手を選んで撃墜しろ。遠くに行ってしまった。赤いドローンも撃墜記録に加えてやる。色が変わった。攻撃してくるぞ。さて、2発か。まあ、そこまで硬くはないんで問題ないでしょ。遠くから1発と近くに来て1発。そしてこっち側の開けた場所でやった方が多分味方のスナイパーも当てやすいでしょ。射撃には自信が。うん、あの一体だけか。
ちょっと違うぞ思ってたのと。だがこれ追撃で終わんないか。終わった。まあ、先に赤いのだけ倒してアイテム回収してでっていう感じの方が良いかも。その後細かいのを倒す。怖いな。うん、倍した。そして上官を信じろ。赤いのが見当たらない。赤いのはどこだ。邪魔なんだけど。今だ。撃て。こっち行きます。死ぬなよ。おう、これそうだよね。右を狙え。了解。バカたれ。まあしょうがないっちゃしょうがないけど。うん、赤いの倒した。うん、やっぱ多重ロック楽。これ一発68ぐらいかな、ダメージが。なのでダメージもある程度上がってきてるんで。さてアイテム取って、うん、うん、どこ行った、これか。うん、倒した。いいね、テンポいいね。細かいのも寄ってきてくれるんで。あー、あと何体いるか分かんないけど頑張りましょう。あと1体ぐらい ?2 体か。うん。うん、手早く倒せてる。悪くない。こんなもんでしょう。ここ数日で多数の前哨基地が破壊されました。敵は基地の位置を正確に知っており、敵弾兵を投入して爆破する戦術をとっています。敵弾兵だと。グレネードを装備したアンドロイドです。さてどこだどこだ。赤いのが見当たんない。こっちか。うん、かわされてる。連れて帰ってやる。死ぬな。急ぐ必要はない。ゆっくりと止まるの見てから。うん、おしまい。いいね、今回も武器がたくさん出て。あとこれか。あー、撃っちゃった。
義務を果たすことだけを考えろ。了解しました。来やがったぞ。今だ撃て。多分これで赤いのはおしまいのはず。ああバカやった早まったな。うん、これでおしまい。あとは突っ込んでこのまま当てていけば倒せるはず。なんか慎重な操作が要求されるから疲れるね、こういうマップは。クリアそのものはね、そこまで難しくはないけど。なんか入れないか。ラジオロック持ってるから。寄ってこないと、もしかしたら届かない可能性がある。届いてないもんね。これでもダメか。もう一個何でもいいので反応させてしまえばね、一体でもまとまってくる可能性もあるけど。うん、こっち側さて、あと数体。数体って言うほど少なくはないな。結構いね。この距離でも届かんか？全部というほどではないけど、ある程度まとまって反応してくれた。こっち側は。こんな名称まさか言おうとは。武器がたくさん出るんで本当ありがたいな、このマップ。このマップだからというか、単純に偶然だろうけど、今回はね。もうちょっと味方が落としてくれてれば気分的には楽なんだろうけど。今届いたか？届いたように見えたけど。これでおしまい。いやー長かったけど問題なく倒すことができた。また武器が。君のおかげだ、大した腕だ。素晴らしい戦果です。ドローンと戦う者にとってこの勝利が希望となるでしょう。これはあなたへの個人通信です。あなたの功績は群を抜いており、注目に値すると判断しました。以後私の部下を一人あなたにつけます。きっと役に立つでしょう。いや、タマコはいらないぞ。タマコ役に立たないんだけど、こっち側のストレスの要因しかならない。敵と離れていても油断するな。わかりました。ということで、ロケットランチャーカスケード
またアサルトが新しいものが手に入ってる。カスケードのアップぐらいが、あと T1 ストーク。これはダメージの減衰幅があまり大きくなくて使い勝手がいい。34から17。距離も245。精度が悪い。こっち側はスコープがついている。一発ごとやるやつか押すやつか結構指が痛くなるんだよね。でカスケードが連射速度が上がったぐらいかな。うん、さて誰が来るのか楽しみですけど、また次も含めてやってきますので次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。